こんばんばえー、本日もですね、新年一発目ですかね、甲之助 TV ライブ塾、あの、始めさせていただきたいと思います。えー、新年一発目もですね、あのー、申し訳ないですね、兄貴じゃなくて、あの、私、久吉があのお送りさせていただきたいと思いますので、短い時間ですけれども、よろしくお願いいたします。まずね、皆さん、あのー、新年本当あけまして、おめでとうございます。昨年もね、あのー、 かくかくあのそれぞれねあのいろんな1年間だったんじゃないかなと私も思いますけどもまあ振り返ってみていい年だったのか悪い年だったのかっていうのはねおのおのあるとは思いますけれどもまあまたあのいい人はまたあの今年もねいい年であるように、まあ、悪かったなって思われる方は今年こそはいい年になれるように我々もねあの全力を尽くしてこのチャンネルに あのこの幸之助ライブ塾もねリニューアルがまだできてないんですけども今月中にはできると思いますんで全力出してねあの幸せな年にファミリーみんなでなっていけたらいいなと思いますんで今年一年もねなりとのよろしくお願いいたします皆さんどうでしたかね年越しなんかはねまずはあの クリスマスお休みクリスマスぐらいからお休み頂い,いて、まあ、今日に至るまでのまあざっと相場の動きというかそういうところからねあの振り返ってみたいなと思うんですけれども <coughs>、まあ、ドル円に関してはですね先週まあ先週の話からさせてもらいますけれども、まあ、年末のね商いの,の薄い中 まあ日経平均がね大幅安になったっていうこととかねまあアメリカの12月の,あの消費者信頼感指数でしたかね違うかそうだ消費者信頼感指数か合ってるかがねあの予想のね94.0っていうのを下回ったんですよねまあそういった理由付けがあると思うんですけれどもまあ一時期ね118.90とか。 まあ89と八88とかその辺りですねまで急落しましたねまあでもあの年明け2日はやっぱりあのドル買い円売りが再開してあのまあ,あの黒田さんがねあの日銀の総裁のね黒田さんがねあの1日付の新聞でねまああの物価目標達成が離れなくなれば 必要な調整を行うとかねなんか強気なことを言いましたもんねやり方はいくらでもあるかなんか言ったとか言ってでまあそういうのを受けてねまあ交換したんでしょうねあのまあニューヨーク市場に入った時に序盤にはね120.74ぐらいまで上昇しちゃいましたねまあその後もねあのアメリカの12月の製造業のね景況指数ですかね がまあ、それもまたまあ予想を下回ってねあとはまあユーロ円の下落が、ね、円買いに波及したっていうところもあると思うんですけどもまあ商い薄の中、まあ、もう一回ねもう一段下げて119の80銭ぐらい付近まで急落する場面っていうのがあったんじゃないかなと。 まあでもそれも長続きしませんで、まあ終盤は120.50付近まで持ち直したかなっていう動きでしたよね、先週はね。うん。たけしさん、しろさん、しらちんさん、サニーさん、ソシャルさん。あけましておめでとうございます。よろしくお願いしますね、ほんとね、今年1年ね。いい年にしましょうね、絶対ね。 全力でサポートしますから本当に楽しみにしてくださいねこの年末年始もあの本当いろいろ動いててその気が付いたら年明けてて本当そのもう会員さんのためだけにリニューアルに向けて本当に話詰めてますんでもうちょっと待って頂ければ必ずあの納得していただけるようなチャンネルにしますんで楽しんであの待っててくださいね もうほんとちょっとね、いろいろ